福岡市の福岡国際センターです。福岡で生まれ福岡で育った九州でただ一人の日本チャンピオンに世界挑戦のチャンスがついに巡ってきました。プロボクシング日本フェザー級の王者として6度のタイトル防衛を果たした福間スポーツジム所属腰本隆。ここまでの道のりは決して順風満帆ではありませんでした。ボクシングを捨て、家を捨て、そして父を捨てた時期がありました。しかし3年ぶりに腰本がジムに戻った時、父である腰本秀武会長は何も言わず黙って息子のグローブの紐を結びました。それから7年、親子は今ボクサーとトレーナーとして世界の頂点を目指します。戦いを挑むのは王者フレディ・ノーウッド。まだ負けを知らないチャンピオンが腰本の前に立ちはだかります。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンフレディ・ノーウッド対挑戦者腰本隆。戦いの舞台は整いました。腰本隆。デビュー以来無敗を誇る腰本は今日本ボクシング界で最も世界に近い男と言われている。福岡に生まれ父親が営むジムでボクシングに取り組んできた腰本は高校時代九州チャンピオンの座に輝くなどの実績を残してきた。しかし高校卒業後およそ3年間腰本はボクシングから離れてしまう。あの頃のことがあったからこそ今があるというふうに自分では思ってますんで、空白の時間というかボクシングを離れて見てたっていう時間は自分にとっては本当に必要だったですね。ボクシングを諦められない。22歳でプロデビューした腰本は16戦目で念願の日本王者につく。その後6度の防衛を果たし世界に通用するボクシングを確実に身につけてきた腰本。今日九州のジムから初の世界チャンプ誕生を目指し世界のリングに立つ。その腰本の前に大きく立ちはだかるチャンピオンフレディ・ノーウッド。161センチと小柄ながらずば抜けたボクシングセンスを備えたハードパンチャー。このクラス史上最強と言われている WBA フェザー級チャンピオン。Coming for you, so bring your lunch, young man. Gonna whack you. 余裕の表情を見せるチャンピオンノーウッドに対し、これまで150ラウンドのスパーリングを行ってきた腰本、万全の仕上がりでチャンピオンに挑む。世界が取る自信がありますよね。当然です。それはそれがあるから挑戦するわけですし、それがなかったら意味がないです。腰本隆のミレニアムチャンプ誕生なるか、それともフレディ・ノーウッドが再びベルトを持ち帰るのか。 Now let's get ready to rumble。 日本では2000年最初の世界タイトルマッチ、両者のプロフィールをご覧いただきました。福岡国際センターはこのチャンピオンと挑戦者の登場を待っているところです。今日の WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、放送の解説をご紹介します。世界フライ級とバンタム級2階級を制覇した1960年代、熱きファイトを覚えていらっしゃる方も多いと思います。ファイティング原田さん、原田さんです。よろしくお願いいたします。そして今日はゲストをお迎えしております。今日の腰本選手の心境が今一番わかる一人かもしれません。3月に3回目の世界挑戦を控えています。福岡県は田川市の出身、元日本ライト級チャンピオン、平成の KO キング坂本博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず原田さんに伺いますが、はい、今日のまず見どころ、それから展開、そのあたりどうなりそうですか。一ラウンドのゴングは僕はやっぱりどちらがですね、はい、腰本がうまく自分のペースに乗ればいいチャンスが生まれてきますね、はい、逆にノーウッドがですね、はい、非常に陽気ですからね、これに巻き込まれないようにしていったら面白いと思いますよね。そうですか、やはり、まあ、ノーウッドとしては今回は 前回減量の失敗があって、タイトル剥奪があった、そうですね、今回は万全できているようですね。もう世界チャンピオンとしても、そういう目方に失敗することは一番あれですよね、はい、余裕があるからこそまたチャンピオン取り返しているんでしょう ね、なるほどね。それだけの強さあると思いますけど、はい、今度はもうベストコンディションでこの試合に臨んでますから、はい、非常に日本とやはり
アメリカのですか、その無敗同士の対戦ですから、非常に興味ありますね。はい、さあここで両者の比較をちょっとご覧いただきましょう。現在ともに29歳、左構えのサウスポー。戦績が示す通り2人ともまだ負けがありません。ここまでは全く一緒です。ただ体格には大きな差があります。身長差で16センチ勝る挑戦者、リーチでも挑戦者の方が 8.8 センチ長いんです。リミットは 57.1 キロ。昨日の計量両者ともに一発でパスをしました。さあこの後は両選手の控室の表情などを聞いてみたいと思います。一旦お知らせご覧いただきます。世界タイトルマッチの控え室としては類を見ない異様な雰囲気に包まれています。チャンピオンサイドです。試合開始の2時間前午後1時半の会場入り以来、大きなボリュームをかけまして話し声も聞こえないぐらいの音なんですけれども、音楽をかけて精神の統一を図っています。とにかく調子がいいんだと体を盛んに動かしておりまして、トレーナーがまあ落ち着けとなだめる場面も見られました。勝つのは俺、統一王者になるためにもこんなところじゃ負けられないんだと不敵に話しております。チャンピオンのノーウッド、自信たっぷりに、そしてリラックスしてゴングを待っております。チャンピオンの控室です。表情が引き締まってきました。チャンピオンのノーウッド、一方世界のベルトには初挑戦です。日本チャンピオンからチャレンジャーの立場に戻りました。腰元選手の控室は福岡放送浜崎雅樹アナウンサーです。はい、ミレニアムチャンプを狙います現界の龍こと腰元隆選手、少し早めの12時半にこの控え室にやってまいりました。2時51分に最初のシャドーボクシングが始まりまして、戦闘モードに入りました。2時58分3時2分前に父親でもあります秀武会長が控え室に入りまして、父は息子に声をかけることなくじっと息子の動きを見つめていました。言葉はいりません。親子の気迫が伝わってきました。自分のボクシングは世界に通用するものだと信じ、やるべきことは全てやった。あとはその自信を貫き通すだけ。これが世界のトップレベルのボクシングだというものをお見せしたい、こう語ってくれた腰元です。静かなる闘志、そんな言葉がぴったりのチャレンジャー腰元です。スーパーファイザー両選手の控え室の表情をリポートで伝えてもらいました。原田さん、はい、まずチャンピオンですが、はい、さすがに余裕を感じましたね。ちょっとそうですね。でも腰元君も静かな闘志を返しているように感じますね。やはりこのために一生懸命頑張ってきたんですから ね、 そうですね。ぜひやっぱり期待していると思いますよね。こんなところで負けるわけにはいかない、目指すは統一王者というご覧のチャンピオンノーウッド。さあ一方の腰元挑戦者ですが、坂本さん、はい、今の気持ち一番よくわかるんじゃないですか。そうですね、もう自分の場合はもう気持ちだけ前に出てね、行ってしまったんでね、腰元君にはもう落ち着いて冷静にボクシングをやってほしいと思います。そのためには今一番肝心なこと、大切なことは何だというふうに思いますか。はい、もうリラックスしてもう今までやってきたものをあとは出せばいいだけじゃないですかね。はい、そうするとやはり一つ立ち上がりがポイント、冷静でいられるかどうか。そうです、もう冷静になってボクシングをやっていただければ、うん、大丈夫だと思います。そうですか、はい、原田さん、はい、楽しみな対戦になりました ね、 そうですね。やっぱり今言われているようにやっぱり冷静さが昔だとですね、非常に展開が変わってきますので、ね、はい、自分のボクシングができれば非常に面白いと思いますが、これ両選手に言えることですけどね。そうですね。さあこの後はいよいよ両選手の入場です。星名輝彦様です。鮮やかな白のトランクスに銀のラベ、そしておそらくは新品でしょうリングシューズを履いています。こちらは挑戦者の腰元。さあ原田さん、ワクワクしてきました。はい、そうですね、非常にやっぱりノウド選手。さあ間もなく第1ラウンドのゴングを迎えるところ、本日のメインイベント、 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー125ポンド2分の1、アメリカ WBA 世界フェザー級チャンピオン、フレディ・ノーウッド。恐ろしく落ち着いた、そして不敵な面構え、チャンピオンのフレディ・ノーウッドが今場内に紹介されました。
挑戦者125ポンド4分の3福岡県福馬スポーツチーム所属 WBA 世界フェザー級中2位腰元世界挑戦の時を迎えた腰元隆、6度防衛に成功したその日本タイトルを返上して今日世界のベルトに挑みます。今日のレフェリーとジャッジをご紹介します。レフェリーはパナマのフリオ・アルバラードさん、ジャッジは3人、カナダのガイ・ジュトラスさん、タイのピニット・プラヤドサブさん、パナマのマニエル・ゴンサレスさん、この3人のジャッジで裁かれます。アルバラード、パナマ。さあ場内に紹介されました両者、これがレフェリーが両者を合わせて試合開始前の注意を行うところです。顔が見えているのがパナマのフリオ・アルバラードさん、今日のジャッジ、これが26回目のタイトルマッチのジャッジになります、レフェリーになります。来日が6回目です。さあ原田さん、注目の立ち上がりです、はい、そうですね、腰元がどういくかですね。そうですね、やっぱり背も大きいですからね、うん、腰元が左をジャブを忘れちゃダメですね。そうですか、あんまり遅いとクロス食いますけどね、ジャブを忘れずに常にジャブですね。さあゴングが鳴った。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、まず突っ込んできたのはノーウッドだ。ノーウッドがまるで走り込むようにして挑戦者の元へ駆け寄ってきました。あれを腰元にやってもらいたかったですけどね。そうですか。真っ白のトランクス、お腹のあたりにリトルハグラーの縫い取りがあります。元統一チャンピオンハグラーに名だって自らを小さなハグラーと言っています、ーノーウッド。さあ後ろ荷重の非常にこの 独特のスタンスから、武器は左右のフック、そしてショートボディ、あれ怖いですね、左のフックがですね、とにかくスピードがあります、ボディ狙う、ボディ狙う、ノーウッドがボディを狙ってきた。でもチャンスあるんですよね、はい、ノーウッドに狙うってことは大振りですよね。だやっぱり藤本君がですね、はい、左フック当たると面白いですよね、ただ怖がっての手出しはダメですね、怖がって手を出すならばいいと思いますよ。にやりと笑ってみせましたノーウッド。さあこの腰元が、原田さん、はい、腰元秀武会長はこのリーチの差 8.8 センチのリーチの差を生かしてまずジャブでつないで、これとにかく自分の距離を取りたいんだという話をしていました。当然そうでしょうね、それに早く、うん、ボディだ、ボディを狙ってきた、おっと腰元がちょっと滑りかかりました。早いジャブでやっぱりダメですね、早いジャブじゃないとね、当然手の動きが長いんですけどね、入らないと思いますから。パワーありますね、やっぱりね。そうですね、右から左振ってくる、とにかくこのパンチが当たったら相手はほぼ間違いなくダウンします、ノーウッドです。でも必ずやっぱりああいう大振りの人はですね、チャンスがありますからね、はい、星本君ワンツースリーぐらいだと思うしどいですからね、知りません、まず距離を取れるか、そして自分のペースで動けるかといったそういう立ち上がりです。本当に冷静さが抜けちゃっていけないんですけど、やっぱりジャブをですね、はい、ついてるといいんですが、クロスみたいに来ますからね、あれをやっぱり遅いとダメですね、早くね。なるほどね、腰元のジャブを早く、はい、そう。坂本さん、はい、腰元選手の立ち上がりはどんな風に見えますか。ちょっとまだなんか硬いような気がしますね。あ、そうですか、まあ、リーチが長いんでね、もっと左をついていけば、そしてボクシングをもっと冷静に、いいですねなんか、はい、ちょっとノーウッドの方が身長差では16センチ低いノーウッドの方が腰元を抱え込む形になりました。第1ラウンド10秒を切りました。まず積極的に仕掛けてきたチャンピオンのノーウッド、大きく左右を振ってくる、ここでゴング、第1ラウンド終了です。改めてご紹介しましょう、挑戦者腰元隆、元日本フェザー級のチャンピオン、プロ25戦して23勝2つの引き分け、13の KO 勝ちがあります。プロでは一度も敗れることなく世界に挑戦する、その権利を得ました。
一方こちらがチャンピオンのノーブッド、こちらも37戦して36勝1つの引き分け21の KO 勝ち。さあ今度のこのラウンドもノーブッドが先に中央に飛び出してきました。リング中央白のパンツフレディ・ノーウッド、 WBA 世界フェザー級のチャンピオン、黒のトランクス日本の腰元隆。ノーウッドの持つ世界のベルトに初めて挑戦します。右大きくボディを振ってきたノーウッド、おっとブレイクの声にも構わずにパンチを出していきますノーウッド。原田さん、このやっぱりプレッシャーまずどうしのぐかっていうのは立ち上がり注目ですね。そうですね、やっぱりノーウッドですね、はい、小さいのは結構有能ですか、左ですか、はい、左 のクロスみたいに打ちますからね、すごいそのなんて言いますかね、やっぱりプレッシャーかけてますじゃないかですね。そうですね、1回目2回目から逆に出てきてますし、はい、腰元サイドです、はい、ジャブと左ストレートをちょこちょこ打てれば、うん、相手は思ったほどスピードはない、後半バテてくるぞという指示です。実はこのノーウッドが立ち上がりからラッシュをするには、まあ、前回の松本戦の時にウエイトオーバーでタイトルを剥奪された、実は非常にセルフコントロールが難しい選手で、ウエイトのコントロールも難しい、どうしても万全の体調では今までは試合に臨めなかった、なのでやはり前半で勝負をつけるべくラッシュをしてくる、そういった傾向になったノーウッドです。しかし今回のこのタイトルマッチ、日本に来てからの様子を見ておりますと非常に順調に仕上がっているようです。おっと大振りだ。久保さん、はい、チャンピオンサイドなんですけどね、はい、まず、まあ、出だしは上々だと、うん、ただ少し打ち急いでる感があるから慌てるな、はい、自分のリズムでいけ、低めを狙っていけと端的な指示が飛んでいました。あ、そうですか。ノーウッドは対腰元対策を聞かれて、狙うのはボディだ、そして最後は必ず KO で倒してやる、そう宣言しました。一方の腰元も昨日の計量一発でパスした後に、相手の打ち合いに応じるつもりはないんだ、自ら仕掛けていく打ち合いなら OK、 そういうふうに話していました。頭の中で描いているの、は腰元はラッシュをしてストップさせること、試合をストップさせることです。腰元君も最近の言うのはやっぱり当ててからですね、はい、ワンツースリーフォーどんどん打てますからね、連打できるようになりましたからね、はい、できるようになりました。面白いんですよね、なんか前半は無理をしないような感じで言いますね、はい、そうですね、そういう面で。一方ノーウッドはこのやや後ろ荷重のこの体勢からいいですね、右でボディ、そして左大きくフックを振ってきます。腰元の表情は非常に厳しい、これまでの防衛戦でも見られなかったような表情をしています。ロープに詰まってボディを打つノーウッド。さあ第2ラウンドの残り少なくなってきました。ここまでのところはまずノーウッドの突進を腰元が止めている、しのいでいる感じ。さあ第2ラウンド終了です。挑戦者腰元、これから第3ラウンドを迎えます。立ち上がりはまずチャンピオンノーウッドの突進を抑えました。正面で腰元に話しかけているのが父親、そしてジムの会長腰元秀武会長です。さあ第3ラウンド始まった。またノーウッドがスーッと出てくる、一気に攻勢だ、一気に攻勢だ、もっとまるで狙っている、まるで KO を狙っているようなパンチだ。表情には薄ら笑いすら浮かべていますチャンピオンのフレディ・ノーウッド。でもああいう藤本君もノーウッドにああいう空振りさせるのがいいですね、どん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 空振りさせるのがいいです、本当に顔が笑っていますノーウッド。そしてじーっとこのクラウチングスタイルといいましょうか、後ろ足に体重をかけてかがみ込むような形でこの腰元を見ています。坂本さん、はい、このノーウッド、坂本さんが戦うとしたらやっぱりちょっと戦いにくい感じがしますか。ちょっとまあ変則的なところがありますね、でもまあそれに乗らないで自分のペースでやった方がいいと思います、はい、なるほどね。まず右をついてくるノーウッドが右をついてきます。こういう調子で、はい、こういう調子できますと腰元君のやっぱペースになってくると思います、ね、あ、そうですか、はい、まず序盤ペースをつかめるか、おっと左右大きく振ってきた右のジャブも腰元の顔面を捉えています。いいジャブですね腰元君の、右からジャブジャブ、そしてじわりじわりとプレッシャーをかけて腰元をロープへロープへと追いやっていきます。来日してから2日だけ行った練習、徹底して練習したのはコーナーに挑戦者を詰めてからのパンチでした。右から左、
パンチにはスピードがあります。腰元右のジャブ、腰元君あれからワンツースリー、ワンツースリーがフックいきますよ ね、 そうですね、はい、まだ無理もしませんね、まだ ね、 そうですね、まだ相手が力あると思うから、状態が非常にしなやかなノーウッドです、そしてこのまあこうして両者比べてもノーウッドの顔がちっちゃくって本当に的が小さそうですもん ね、 そうですね、ちょっと打ちにくいと思いますけどね、リング中央がノーウッド、大きく大きく回り込んでいる挑戦者の腰元、ボディを狙ってきた、ノーウッドがボディを狙ってきた、レフェリーが分けます、スーッとリング中央に戻るのが白のトランクス、チャンピオンノーウッド、おっと左大きく振った腰元、絶対に正面に立つな、秀武会長からは腰元にそんな指示が飛んでいました、右のジャブをついてくる、右のジャブをついてきて左、右のジャブ決してスピードはありませんが重そうです。さあ一方の腰元 8.8 センチ、そのリーチの差を生かすことができるでしょうか、右当たった、右当たりました、腰元の右当たった、ジャブの打ち合い、両者ともにサウスポー、いわゆる相撲でいう相四つの形になります。さあここまで2ラウンド消化、おっと大きな左だ、ここでゴング、第3ラウンド終了、ノーウッドのプレッシャーを腰元が止めています。第3ラウンド、右のジャブをついて強烈なこの左のフックノーウッド、完全にヒットはしませんでしたが、原田さん、これ怖いパンチですね、はい、そうですね、まともじゃないですけどね、はい、ただ一発一発が大きいだけで、非常にだから腰元君も見えてるんですね、パンチまだ、ね、そうですか、今のところはとにかくこの立ち上がりから前へ前へと出てくるノーウッド、そのノーウッドのプレッシャーをこの腰元がなんとかしのいでいます。ただやっぱり 1,2,3 度来ると怖いですよね、そうですね、はい、これもだから逆に言えるんですよ、腰元君もジャブから 1,2,3 をホームランまで打てると面白いですね、またね、ただ僕警戒してると思うんですよ、まだ今前半ぐらいは、あ、そうですか、挑戦者腰元の顔面少し赤く紅潮してきましたか、初めてアッパーを振ってきましたノーウッド、小さなジャブを集めています、ジャブを集めてチャンスを伺う、ボディを狙った、伊藤さん、はい、インターバルの話なんですがチャンピオンスタイルです、はい、左フックのチャンスを逃していると、うん、右ジャブを使っておびき寄せて効果的な左を出せというふうに話しています。なるほど、そしてインターバルですね、はい、ノーウッドまだほとんど汗をかいていません、息もほとんど乱れていません、そうですか、右のジャブで誘っておいて左のフック一発、先ほどのパンチ見せた通りやっぱり狙ってますねノーウッドはね、だから相手を受けるとですね、狙ってますからね、余計パンチが疲れもきますよね、思い切って言ってますから、離れ際のパンチに注意が与えられました、右のジャブも非常に速いノーウッド、そしてあの大きな左それから右のフックが挑戦者腰元の死角から飛んでくる形になります。久保さん、その腰元にはね、はい、頭の振りを速く、うん、それから動いて動いて止まって打てという指示です。あー、なるほどね、チャンピオンノーウッドのパンチは非常に速い、そしてまだ完全にはヒットしていませんが 腰元の顔をやや紅潮させるほどに短いパンチは当たっています。今はよく距離を取っている、おっと左が当たった、あの左っていうのは結構伸びてきますね、あれがノーウッドの武器です、この左がノーウッドの武器です、じりじりっと獲物を追い詰めるようにノーウッドプレッシャーをかけてきます、左右振ってきた、いい、このパンチこれを積み重ねられたくはありません腰元、ただ下がるんじゃなくて腰元君も手を出しながら下がっていいんですけどね、はい、うん、ちょっと手数が少ないか、さあ第3ラウンドの、はい、第4ラウンド残り30秒、ここまでのところはノーウッドが一つプレッシャーをかけて自らの優位をアピールしようとしている感じ、うん、当たっています、ノーウッドのジャブが当たっている、動きます腰元が動く、ここ
でゴング第4ラウンドが終了。大きな左のフック完全ではありませんでしたが挑戦者腰元のあの先をかすめました。あの左が怖いチャンス挑戦者。さあ第5ラウンドが始まりました。またプレッシャーをかけてくる。ノーウッドがゴングと同時に飛び出してきます。なんとかここまで果敢にこのノーウッドのプレッシャーをしのいでいる腰元です。なんとか自らのペースを早くつかみたいところでしょう。腰元一方のノーウッドは本当に立ち上がりからほぼ全開という感じ、絶好調を裏付けるような形でプレッシャーをかけてきます。うまく回り込んで強烈なチャンピオンのパンチをかいくぐりました挑戦者の腰元。おっと右のジャブ当たっています。右のジャブ当たっている。それにしても原田さん、はい、確かにノーウッドほとんど汗もかいてませんし非常に表情も落ち着いてますね。そうですね、また右だ、右の福田、今回はやっぱり富を積んできてる、そうですね、落ち着いています。ナイスジャブ、動きながらジャブよ。大きな声が飛んでいるのは腰元サイド、腰元秀孝会長、父親の腰元会長から大きな声が飛んでいます。ジャブは相打ちになりました。右のジャブ、右のジャブからなんとかこのリーチさ生かしたい腰元。身長では16センチ、リーチでは 8.8 センチ上回っています。相手主導の打ち合いに応じるつもりはない、自らがラッシュをかける中盤までなんとかつないでいきたい、そういう話していた腰元です。素敵な笑みを浮かべるチャンピオンのノーウッド。さあこの会長、腰元会長の声はリング上腰元に届いているんでしょうか。ボディー狙ってきました。一方のチャンピオンサイドからはコンビネーションという声が今聞こえました。これは挑戦者の方に言いますよね、はい、腰元君のですね、ワンツースリーって面白いと思いますよ、逆に。そうですか、ノーウッドやっぱり調子がいいだけに力を打ってますからね、どうしても隙も出てくると思います。あ、そうですか、そこにやっぱり腰元君のワンツースリー当たると面白いと思いますけどね、大きく振ってくる左だ、笑っている、あれはどうも狙ってますよね、はい、ボディを打った、ボディを打った、打ち合いになりそうだ、どうだ、この距離だとやっぱりノーズですよね、はい、右のジャブ、右のジャブ、顎の先を捉えました、おっと左も当たっています。ちょっとチャンピオンのプレッシャーの方が勝っているか、オウノーウッドなんとかかわした。腰元このラウンドも第5ラウンドを終了しました。さあ世界へ初めてのチャレンジをしている腰元隆。一方今日のゲスト坂本博之さんは3月12日両国国技館 WBA の世界ライト級チャンピオンヒルベルト・セラノへの3回目の世界挑戦が決まっています。坂本さんはここまでの腰元をどんな風にご覧になってますか。右ジャブを打った後に、はい、ノーウッドが、ね、ちょっと右左ストレートを狙っているんですよね。それに対していくともうちょっと気をつけた方がいいです ね、 なるほど ね、 ね、ジャブの打ち終わりですね。なるほど、ジャブの打ち終わり、ノーウッドが狙っているんで、はい、うん、あと打ち合った時にもう打っちゃった方がいいかもしれないですね。あ、そうですか、うん、このままのペースだともうずっとノーウッドペースでいってしまうんで、そうですね、腰元君も一発ガツンというのも当てた方がいいんじゃないですかね、うん、なるほど。原田さん、ここまではまずやはりチャンピオンが自分のペースというものを掴んでますよね。そうですね、組みかけてるんですけども非常にその後までいきませんね、もう少しね、そうですね、だから非常に
今坂本君が言われたように、はい、腰元君のジャブをね、ずっと時にやっぱりノーと左ストレートを苦ってますからね、はい、あれを速いジャブで自分の顎から下がれてむちゃくちゃですね、今のですね、はい、右のジャブだ、あれは下がるのが難しいと、ノーとはこの左を返すのを狙ってるわけですね、そうですね、はい、あれ遅いといけないですね、あのジャブが常に速くなった、うん、大きく振ってくる、左から右、続けて打ってこわがらすと見えませんから、ね、うん、見えてますけど、パンチ見えてるんだけど、はい、動いてますけどね、はい、そうですね、逆にだから腰元君も逆に腰元君の方から出す手を出すときも欲しいですね、逃げるだけじゃなくて、両者ともにサウスポー、左大きく振ってきたノーウッド、右のジャブ、右のジャブから距離を取って距離を詰めて左、右をアッパー気味に振ってきましたノーウッド、右のジャブから左のボディ、こういう感じだと相手がここで手を出さないんだなっていう感じで、うん、ノーウッドにどん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 あのやっぱり自信も立てますね、なるほどね、そうするとやっぱり腰元もここで一つ返しておかなくちゃいけないわけですね、はい、久保さん、はい、チャンピオンサイドのケニー・アダムストレーナーなんですが、はい、やはり少し勝負あったなという感じを持っているようです、うん、そしてですね、右のジャブがとにかく良くなった、うん、相手がだいぶ怖がっているからいけるはずだ、はい、あとはフレディ次第だという話がありました、あ、なるほどね、ここまでは一つリズムをつかむ、そして優位に立った、そんな声が聞かれました、世界王者すでに4人を育てているケニー・アダムストレーナーがフレディ・ノーウッドの最後についています、さあなんとか形勢を逆転したい腰元、まずそのためには右のジャブから一つ左を出して打ち合うことが大事、カラトフの話がありました、ここでゴング、第6ラウンドが終了しました、ミレニアム最初の日本での世界タイトルマッチ、日本タイトルを6度防衛して世界への扉を叩きました元日本フェザー級チャンピオンの腰元隆、九州から初めての、そしてミレニアム初の日本チャンピオン誕生なるか、注目の一戦 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンフレディ・ノーウッド対挑戦者腰元隆は中盤の第7ラウンドに入りました。これまでのところは原田さん、はい、チャンピオンのノーウッドのプレッシャーに腰元が一つこう活路を見出さずにいますね。そうですね、それはそうですね、だから腰元君声だからですね、はい、やっぱりワン・ツー・スリーとでね、自分のいいパンチを打ってったらいいと思うんですよ、非常に腰元君最近左当たったワン・ツー・スリー出てきますね、あの筋が葉っぱかけた方がいいですね、うん、これまでのところウエイトコントロールに失敗することなどもありましたノーウッドですが、坂本さん、はい、このチャンピオンのスタミナについては第7ラウンドですがどんな感じがしますか、以前はどうかわからないですけど、ね、はい、今日の体調はいいと思いますよ、全く汗も本当にほとんどかいていませんし、減量も完全にぴったりと、昨日はリミットで一発パス、ウエイトの話になるとノーウッドはやや力んだような感じで、俺は二度と同じ失敗はしないんだ、絶対にだというふうに日本へ来た2回話しました。やっぱり自信があるんですよね、そうですね、でも自信があるからこそまた負けてチャンピオンを取り返すんですよね、一旦はウエイトオーバーで剥奪されたタイトル、わずか8ヶ月で取り戻しました。目指すは統一王者、日本でここで負けるわけにはいかないと話していたノーウッドです。そういった自信、そして将来に対する、おっと組み合ったところでパンチを出します、この辺りも老快です、右からさあなんとか腰元チャンスをつかみたい、リズムのペースをつかみたい腰元です。あと1分、回って、うん、ボディ、おーっと右だ、右のフック本当にもうどのパンチも一発食らうとたちまちノックダウンしそうな、おーっと左だ右を返しました、
ちょっとノーウッドの口が開いてきました。今回は順調な調整、スタミナにも問題なしと言っていたノーウッドですが、終盤の中盤の第7ラウンドに入っています。残りが30秒。小勝負君も小屋でちょっと追いかけたら面白いと思うんですよね。そうですね、これまでのところまずプレッシャーを止めることには成功している小勝負です。これ上手に関心が大きいですからね、はい、だから逆にさせていると面白いんですよね、うん、いや飛び込もうというところ、動いて、うん、右を最後に振りました。中盤第7ラウンド終了。チャンピオンフレディ・ノーウッド、立ち上がりからやや優位に試合を進めています。一方の腰元、もともとはファイタースタイル、そして防衛を重ねるうちにアウトボクシングを覚え、オールラウンドプレイヤーに成長して今日の世界挑戦を果たしました。さあ非常に落ち着いた表情、第8ラウンドが始まりました。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、まずボディから打ち合いました。リング中央、白のトランクス、チャンピオンノーウッド、黒のトランクス、挑戦者の腰元隆。右をついて出る。このラウンドはちょっと積極的です。腰元、右、腰元サイドですが、はい、父親のランス秀樹会長からは、目はまだ輝いてるぞ、うん、頭の中クールに、うん、そして動きパンチのスピードを上げて、うん、とにかく最後は頭のスタミナだという声が飛んでいました。あ、なるほどね。実は腰元サイドはこの世界戦に備えて150ラウンドのスパーリングをこなしました。フィリピンのフェザー級チャンピオンベビーラノナも迎えるなどして150ラウンド。そしてその中で腰元会長が言っていたのは、12ラウンドをフルに戦い切ること、最後は判定でも構わない、その中でチャンスがあれば腰元はもともとラッシュできる選手、放っておいても行くはずだ、そういうふうに話していました、うん、このラウンドは積極的に打ち合っています。左の大きなフック、ちょっと中途半端ですね。うん、そうですか。入んなら入った方がいいですね。あ、そうですか。打ち合いするなら打ち合いする。右のジャブはスピードがあります、腰元、うん、さあどうやって飛び込むか、非常に上体を柔らかく反らして、おっと左が当たりました。腰元に左が当たったの、その左、ここは見えています、パンチが見えている、まだ腰元パンチが見えている。一発必殺のノーウッド、蝶のように舞い、そして蜂のように刺したい腰元、うん、右だ、不敵な笑みを浮かべながらノーウッドが頭を振りながらじわっじわっとプレッシャーをかけてきます。ちょっと腰元の顔面が赤くなってきました。右のジャブをちょっともらっています、腰元です。右のジャブをついて噛み込むようにしてこのパンチを避けました。チャンピオンのノーウッド、あーっと左、あ、同じように来ますからね、1回目で返すべきと、左を大きく振った、右を返す、坂本さん、あの左は怖いですね、本当に威力ありますね。そうですね、またカウンターで曲がってますからね、うん、大きなアッパー、これは空振り、左左左やらかして、そう、左柔らかく、回り込め回り込め回り込め、そこや、リングサイドからの指示も大きくなってきました、挑戦者の腰元。第8ラウンド残り時間が少なくなってきました。ボディを狙ってきた。さあ残り10秒だ。ノーウッド、やや口が開いてきましたが、本当に背中にはほとんど汗をかいていません。ボディを連打、ボディを連打、ここでゴング、第8ラウンドを終了しました。第8ラウンド、この左、これがノーウッド必殺のパンチです。右を出して回り込むところを左、実は公開練習と、そしてその翌日リングに上がっての練習はノーウッド、この2日だけだったんですが、この中で徹底して練習していたのが今のパンチでした。挑戦者追い込んで最後にとどめのパンチ、この練習ばかりをしていたチャンピオンのノーウッドです。
さあ残りは4ラウンド。もうここでも同じ小島君もやっぱり自分のボクシングで悔いないボクシングにしないとダメですね。そうですね、一生懸命やれば負けてもですね、次の試合に進みますからね、そうしないとチャンスも生まれてきますから、そうですね、はい、チャンピオン挑戦者に、チャンピオンノウッドに対して挑戦者小島がどんな戦いぶりをするのか。今日は小島防衛戦ではありません、挑戦の戦いです。世界のベルトがかかっています。チャンピオンノーウッドがどういうボクシングをするかは関係ない、自分のボクシングの集大成と話していた小島。おっと打ち合いになった、打ち合いになった、いいだ、場内が沸きます、場内が沸きます。右から左、左は空振り、出ていくとこのチャンピオンの右のジャブをもらいます小島です。リーチの差は 8.8 センチ、ついて出る、ついて出ます、そして左を振るタイミングを狙っています。左、左を振りたい、左を振りたい挑戦者腰元君も、おーっと入れた、逆にですね腰元の顔面を捉えた、打てば逆に来ないと思うんですよ、逆にね、あチャンスがどんどん出てくると思うんですよね、うん、あ腰元君左ですね、ストレート、しかし本当に見ている我々もひるみそうなあのノーウッドの左なんですよ ね、 ね、おっと左、左、左、あー、左、左、あー、左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 、カウントが始まった、ノーウッドがニュートラルコーナーへ、左を2発もらいました、このラウンド腰元、おーっと立てない、コーナーからタオルが投げ込まれました。挑戦者腰元、チャンピオンフレディのノーウッドの前にリングにタオルが投げ込まれました。世界挑戦、そのベルトを奪取することができませんでした。腰元第9ラウンド、手元の時計で1分59秒、強烈な強烈な左でした。原田さん、それにしてもすごいパンチだったですね、やはり。そうですね、やっぱり狙ってましたね、だからね。そして腰元はこのラウンドに一つ勝負をかけに出ましたというものですね、はい、逆にこれはもうしょうがないでしょう、それはね、逆に僕倒されてもですね、勝負に行ったそういう気持ち、気迫が買いたいですね、チャンスも出ることですからね、はい、逆にオールオアナッシング、一か八かの賭けでした。第9ラウンド1分59秒、チャンピオンフレディノーウッド KO 勝ち。坂本さん、はい、腰元の選手にとっての世界の壁もやはり厚かった、どんな風にこの戦いご覧になりましたか。やっぱり最初から最後まであの左ストレートはやっぱ狙ってましたね、最後もやっぱり左ストレートでしたね。原田さん、その意味ではこれはもうチャンピオン思い描いた通りの展開、アウトボクシングができる挑戦者を迎えて、でもチャンピオンとしては、はい、やっぱりあの小島本君もですね、あのジャブをつきながら入らないようにしてましたからね、そういう面ではやっぱりまあたまたま狙ったら当たっちゃったっていう感じでもしょうがないですよね、これはちょっと失礼ないですね。世界のリングに残念ながらマットに沈みました腰元隆、初挑戦ではタイトルを奪取することがなりませんでした。ワンサイドですね、手元にスコアシートが届きました。全部9ですね、これはね、はい、10対9、これも10対1つだけです。ワンサイドですね、ここまでありますと、はい、スコアだと、ここまでのスコアシート3人のジャッジもチャンピオンフレディノーウッドにワンサイドフルマークをつけています。夫人が歩み寄りました。あなたは2000年1月30日福岡県において腰元隆と WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。2000年1月30日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林幸男。チャンピオンフレディ・ノーウッドの右手が高々と掲げられました。場内で認定証が読み上げられました。
残念ながら世界挑戦でベルト奪取はなりませんでした。挑戦者の越本隆。しかし父親越本秀武会長の顔に悔しさよりはよくこの世界戦ここまで戦った息子に対する一つねぎらいの笑みが浮かんでいました。再びそのベルトを腰に巻きましたチャンピオンのフレディ・ノーウッド。そのノーウッドが越本の元に歩み寄って、そして越本を抱え上げました。挑戦者の健闘を称えました。それにしてもチャンピオンフレディ・ノーウッド強かった。なかなか憎めない人ですね。フレディ・ノーウッドという選手はね、やはり今回は二度とウエイトの失敗はしないんだ、自信を持って日本に乗り込んできたノーウッド、まさにそれにふさわしい戦いぶりでした ね、 そうですね。藤本君も一生懸命やっぱり最後までね、そういう意味で勝負に出て戦ったのが首が首巻いてますね。次の試合やっぱりつながる試合だと思いますよ。最後まで逃げ切っちゃったと思いますけど ね、 ね、はい、おそらくフェザー級としては最強のチャンピオンに立ち向かった挑戦者の越本、しかし残念ながらベルト奪取はなりませんでした。さあ、その勝ちましたチャンピオンフレディ・ノーウッド選手のインタビューです。見事な KO 防衛、フレディ・ノーウッド選手です。おめでとうございます。チャンピオン、Yes. Congratulations. Thank you very much. 今日の試合、見事な KO 勝ちですけれども、振り返っていかがでしたか？ナイス会長、I feel okay. I'm glad the young man got up. He's okay. That was my main concern. I was winning the fight. This is a professional sport. It's not about hurting anybody. I'm just happy he got up. I'm happy with the victory too. はい、やっぱり彼って嬉しいですけれども、まず越本選手の方が大丈夫かということが非常に気がかりでした。大丈夫のようなのでほっとしましたけれども、ずっとマッチとしては優位に進めてましたので、勝敗についてはそれほど心配してませんでしたけれども、最後に相手が怪我しては大変ですので非常に心配しています。9ラウンド戦って越本選手の印象はいかがですか？Oh, I think he was a hell of a fighter. I mean, the guy came to fight, man. I mean, everybody that was watching the fight, seeing he's a great fighter. I'm not taking anything away from this young man. He's a hell of a fighter. And my hat, I don't got no hat, but I'm telling you, hell of a fighter. すごいファイターだと思います。前評判でもそう聞いていましたし、実際リングでも、そうだと思いました。すごいです。これで2度目の防衛となりましたが、今後のノーウッド選手の目標を聞かせてください。My future is to be undisputed featherweight champion of the world. I want to fight the princess very, very bad. That's exactly what he is. He's a princess to me. He's not a prince. He runs from me. He dodges me. I'm the best fighter, the best fighter at 126. Can't nobody in the world beat Freddie Norwood at 126. I want to thank God, first and foremost, my trainers. I want to thank the commissioner.I want to thank Top Rank, Jay Edson. I want to thank my wife. I want to thank everybody that was involved, Team Norwood. I want to thank everybody, Ruben, everybody that's in my camp. I want to appreciate it. I want to thank you fans. And WBA, JBC, I want to thank everybody.WBA のフェザー級のチャンピオンということで、もちろんチャンピオンという自負を持っていますけれども、やはり世界のフェザー級のナンバーワンということをぜひ近い将来証明したいと思っています。今回の、マッチにあたりましては、いろいろな方の協力を受けまして、WBA の方々、 JBC、 そして、チームノーブッド、そして今日集まってくださった皆さん方に心から感謝します。見事な KO 防衛、フレディ・ノーウッド選手でした。 Thank you to the fans. Thank you to the fansございました。ファンの皆さん、ありがとうございました。2度目の防衛に成功しましたチャンピオンフレディ・ノーウッド選手のインタビューでした。ノーウッド、これでプロ38戦37勝1つの引き分け、22の KO 勝ち、不敗神話が続いています。それではコマーシャルの後は KO ラウンドを振り返ります。越本隆史後援会会長、萩野光沢より勝利者トロフィーが